アニマルカフェ、あるいは動物カフェ、ペットカフェは人々が飲食をしながら動物に触れることができる喫茶店。世界で最初の猫カフェは1998年に台湾で誕生したとされる。日本においては2012年時点で過去10年で主に東京にて150店舗が開店するという動きが見られた。猫をコンセプトにした最初のアニマルカフェは台湾で生まれたとされる。 アニマルカフェは台湾が発祥だが当初は日本で人気があった。ある日本人観光客が台湾を訪れてそのアニマルカフェの潜在性を発見し帰国後の2004年に大阪で日本初のアニマルカフェを開業した。今日では日本は世界で最もアニマルカフェが多い国として知られている。西洋諸国ではスペイン、ドイツ、フランス、アメリカ、オーストラリア、 イギリスなどにもあるが、アニマルカフェはアジア諸国での方がまだ根強い人気を誇る。台湾や日本でアニマルカフェが開店した当初は主に動物たちと過ごしたいだけの人々のためのカフェだった。しかし最近では捨てられたり迷子になったりした動物のためのカフェも複数存在する。そのようなアニマルカフェは家や食べ物だけでなく、 カフェの利用客に受け入れられる機会を提供することで、そういった動物たちを救う方法として活用されている。個人によって動物の好みは異なるため、世界には多様なアニマルカフェがある。猫カフェの猫最初の動物カフェは台湾の猫カフェだったため、猫カフェは最もありふれたアニマルカフェの一つである。猫カフェは特に韓国、台湾、 日本などのアジア諸国で簡単に開業されうる基本的なアニマルカフェのようなものである。猫カフェでは様々な種類の猫が見られる。通常は猫と遊べる遊び場と猫がおらず飲食する普通の区画に分かれている。猫カフェの中には猫と人間との良好な相互作用を生み出すところや野良猫や捨て猫の世話や餌やりをする猫カフェもある。 猫カフェはその猫たちに家や食べ物、そして愛情を提供する。また、猫カフェを定期的に訪れ、猫の飼育に関心がある、利用客は猫を飼う可能性がある。猫カフェのスタッフは猫のための完璧な里親を見つけようと試みている。コーギードッグカフェもよく見受けられる、とてもありふれたアニマルカフェであり、犬好きの客はドッグカフェで様々な犬たちと一緒に楽しいひとときを、 過ごせる。ドッグカフェは猫カフェに比べて犬の特性上活発で騒がしく動きに満ちている。ドッグカフェも猫カフェのように飼育能力のある利用客へ提供する里親制度がある。ドッグカフェは引き取るであろう客が捨て犬とつながる良い体験を提供する生育とみなすことができる。ロサンゼルスには保護犬に 最適な家庭を見つけることを目的としたドッグカフェがある。利用者は犬と時間を過ごし、将来的には彼らが保護犬の新たな飼い主になる可能性もある。アライグマカフェといった珍しいアニマルカフェもある。韓国のアライグマカフェではアライグマと一緒に遊んだり、飲食したりできる。このカフェは2部屋に分かれているため、アライグマと遊ぶか飲食のみを楽しむかを選ぶことができる。 アライグマは鋭い爪と歯を持っているためカフェはアライグマからのいかなる損害にも責任を負わないとの警告がある。2016年世界初のハリネズミカフェが東京で開業した。その珍しさから多くの外国人がそのカフェを訪れるが同時に動物保護の観点からこのカフェを批判する者もいる。韓国には2011年に創業した羊カフェがあり、 シュガーとハニーと名付けられた羊を飼っている。世界初の羊カフェである。彼らに餌を与えることも認められている。利用客は食事を楽しみながら羊を鑑賞できるが、羊は天候の問題のため夏の間はカフェにいられない。うさぎカフェは日本にある。ほとんどのうさぎは店内で他の猫や犬のようにうろついているわけではないが、 ケージの中に置かれていることが多い。しかし、このカフェは、ウサギと一緒に付近を散歩する機会を提供することがある。日本にはフクロウ、オウム、ハヤブサ、タカなど数種類のバードカフェがあるが、スタッフの教育が行き届いているため危険ではなく、人を襲うこともあまりない。店員は、利用客に安全な鳥の扱い方や餌やりの仕方を実演する。また、 スタッフの許可があれば、鳥と一緒に写真撮影も可能である。カンボジアには有名な爬虫類カフェがあり、カメやヘビ、イグアナなど様々な種類の爬虫類が見られる。そのカフェでは、拾いだり飲食したり、多様な種類の爬虫類について知ることができ、写真撮影も可能である。店主はカンボジア農林水産省の許可を得て2018年に開業した。 カフェのオーナーは、動物福祉を第一の念頭としてみなしている。当初はアパートでペットを飼えない人やルームメイトが、動物アレルギーなどの理由で動物と触れ合う場となっていたが、猫カフェなどは、動物愛護団体と協力して、猫の砂糖や探しの場としての役割も担っている、場合もある。ただ、飲食店と動物の展示という衛生面では、相反する業態を複合させたものであり、 営業形態は動物の展示にあたるため、日本では動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物取扱業の登録が必要である。狭い店内で多数の動物が飼育されると伝染病や多頭飼育崩壊の可能性もあるので注意を要する。動物保護の観点からは異論も少なくない以下のような例が挙げられる。実際に 世界的にもいくつかの事例があり、タイの猫カフェでは7匹の猫が安全保護の不備で死んだことでオーナーが動物保護法違反で警察に逮捕された。このような福祉と安全の問題は韓国でも見られ、例えばカフェにいる動物は夜遅くに閉店するまで眠ることができない。このような動物の安全性の問題はアニマルカフェが比較的最近の減少であるため、 韓国にはそれに対する規制がないために生じている。さらに、カフェで動物により怪我をさせられた利用客の中には、カフェのオーナーが怪我の責任を一切負わない場合の安全ポリシーについて不満を述べる人もいる。アメリカ発の猫カフェであるキャットタウンカフェやニューヨーク発の猫カフェであるリトルライオンは、 動物愛護団体や猫の保護施設と提携したり、里親を探すための施設を併設したりするなど、猫の里親探しの場所としての役割も果たしている。ありがとうございます。